川聖也257、22本、73打点、OPS、784。OPS も8割切ってしまった。9月に休校か、疲れかな。これで文句言うのは贅沢すぎる。これでも余裕で中日の救世主。ゲンドラから10ショート20本出ると早うやっとる。1年乗り切ったのは評価できる。来シーズンどうなるかやな。フルシーズンでやるの初めてだからさすがにガスかけだな。体力つければもっと良くなる。ゲンドラの大当たりを引けただけ儲けもんよ。細川なんて伸びしろしかないやん。5年は安泰。でも現役ドラフトで佐藤輝明拾えたと考えたらとんでもないな。バワーに認められた男。